センター気をつけ、センターレイ。ただいまより平成23年度サマースクール閉校式を行います。サマースクールに参加した皆さんから感想文を読んでもらいます。名前を呼ばれた人は大きな声で返事をして前に出てきてください。自分らが宿題をしないとか、こんなに楽をしてとか、あれができなかったとかっていうことも言えないぐらいですね、大変だった夏休みを迎えた人たちも現実に日本の私たちの同胞の中にいるっていうことだけは頭に置いとかなければいけないんではないかなと思うんですね。で、卒業式なんかもですね、この夏にしたところがあります。で、そういうような同じような年齢の人たちもいる中で、自分たちは楽な日常生活をしたんではないかなと、まあ、そういうことをこう思うとね、ここで過ごした時間帯っていうものは非常に大切にしなければいけないし、友達の中でもね、それは家に寄ってゴロゴロしながらテレビを見たり宿題もしなかったりした人がいるかもわからない。でもあなたたちはここへ来て少しでもそういうことのいろんなことの体験ができたっていうことはいいことなのかもしれない。立場において違うけれどもね、今回考えないかんことは、今年の初めに大変なことが起きた、その中で一生懸命に生きている人たちもいるんだっていうことだけは認識を置いて生活をしなければいけないんではないかなと思うね。ですから、お母さんにわがまま言う、お父さんにわがまま言う、友達と喧嘩がする、そして家族とうまくやっていけない。でもね、日本の一部の中には兄弟を亡くした人、両親を亡くした人、周りの親戚を亡くした人たちもかなりいるんだっていうことの気持ちだけは持って、親がいること、友達がいること、兄弟がいること、それ少しそんなことも考えて、あと1日しかないだろうけども学校に行って頑張ってもらいたいなと思います。2学期に負けないようにね、頑張って一生懸命に勉強したり、いろんなことに頑張ってもらいたいな、そんなことを希望します。以上です。センター気をつけ。